マウスポインタとは、コンピュータのユーザーインターフェースの一つで、ユーザーのマウス操作に合わせて、画面上を指し示す、小さな絵柄のこと。1962年、マウスと共に、ダグラス・エンゲルバートにより発明された、マウスカーソルとも呼ばれる。マウスの動きに合わせて、画面上を移動できる。通常は、矢印形だが、時計や十字など、その時に行っている処理に合わせて形状は変化する。 文字の入力位置を示すカーソルと混同されることが多い。コンピューティングにおいて、ポインタやマウスカーソルはディスプレイ、または他のディスプレイデバイス上のシンボル、またはグラフィックイメージで、通常はマウス、タッチパッド、またはスタイラスなど、ポインティングデバイスの動きを反映する。ユーザーのアクションが発生するポイントを示し、テキストベース、またはグラフィカルユーザーインターフェースにおいては、 他の要素の選択および移動に用いられる。これはキーボード入力に応答するカーソルとは異なるが、ポインターを使用してカーソルを再配置することもできる。ポインターは通常斜めの矢印として表示され、プログラムやオペレーティングシステムによって異なる場合もあるが、入力メソッド、またはポインティングデバイスが画面上を流動的に移動し、画面上のオブジェクトを選択。 または強調表示できるデバイスである場合、ポインタ仕様が採用されている。入力メソッドが多くの携帯電話の後方向キーなどのハードキーに依存する GUI では、ポインタは使用されず、代わりに GUI は明確なフォーカス状態に依存する。マウスポインタの操作は、主にマウスなどのポインティングデバイスを使って行うことができる。文字入力可能場所では、マウスポインタの形状が、 アルファベットの i の形になり、そこでクリックすることにより、カーソルを表示することができる。待機カーソルは、ポインタを砂時計に置き換える。ポインタ、ホットスポットは、クリック、またはドラッグをターゲットにするために使用される、ポインタのアクティブなピクセルで、ホットスポットは通常、ポインタの端に沿えるまたはその中心にあるが、ポインタ内の任意の場所に存在できる。多くの GUI では、 ポインターは状況に応じて形状が変化するため、画面上でポインターを移動すると、他の画面のホットスポットが表示される場合がある。例えば、ポインタトレールを使用して、移動中の視認性を高めることができる。ポインタトレールは、ポインターの可視性を向上させる GUI、オペレーティングシステムの機能で、デフォルトでは無効になっているが、ポインタ追跡は、 Windows 3.1X 以降のすべてのバージョンの Microsoft Windows でオプションになっている。ポインタエディタは静的またはアニメーション化されたマウスポインタを作成および編集するためのソフトウェアでポインタエディタは通常、静的マウスカーソルとアニメーションマウスカーソルの両方をサポートしますが例外があり、アニメーションカーソルは アニメーションの個々のフレームを表す一連の静的カーソルでポインタエディタは次のことができる必要がある。ありがとうございます。